足です。暑い夏、皆さんもいかがですか。もうね、簡単です。簡単というか混ぜるだけ。グラスにサクレを入れまして、ビールをその上注ぎます。そういうだけで、もう何でしょうね、一番おいしい飲み物じゃないですか。やらなきゃ損、サクレビール。優勝した、優勝しました。これグラスをキンキンに冷やして、ビアもキンキンに冷やして、でこのサクレはカッチンコッチンだと少々入れづらいので、これを飲む前に溶かしておいてください。神かな、神かな、これ。マジで、マジです。これボリボリ押しします、私。これうま、あ、ちょ、本当のやつだこれ。いや、他のが嘘っていうわけじゃないですけど、本当にうまいやつ。お酒が苦手な人は、これもよくやるんですが、凍らせたグラスの中にサクレ入れますよね。で、その、グラスにコーラをいってください。コーラサクレ、これももう何ですかね、鉄板というか、もいもいに一押しです。やったね、これやってます。うまい。まあ、こういうのね、今後も私のなんか飲み方を紹介していく。いや本当にやってみてください。マジで一押し。お酒飲めない方はコーラで。それではまたお会いしましょう。凍らせたグラスにサクレを入れて マジでおすすめ。